なんと、ナンバー、アイの、ゴートと、ブロイワタバーの2曲が披露されるとのことです。これは見逃せませんね。CDTV ライブライブ、イベントへのワクワクと期待。今夜も、CDTV ライブライブにお越しいただき、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。次回の放送は、4月1日、月曜日、午後6時半から、なんと4時間半のスペシャル番組となります。 そして、皆様に大喜びの第1弾豪華出演アーティストが発表されました。あの、ナンバー、アイが登場し、素晴らしいパフォーマンスを披露してくれるんです。ゴートと、ブローイワカバーという破壊力満点の2曲をお届けしてくれるとのことですが、これはもう楽しみで仕方がありませんね。なんと、ナンバー、アイの、ゴートと、ブローイワカバーの2曲が披露されるとのことです。これは見逃せませんね。 ナンバー、アイのファンの方々にとっては、春の訪れを告げる素晴らしいニュースですね。2曲も披露してくれるなんて、本当に嬉しい限りです。ナンバー、アイの出演については、ファンの皆さんからも大きな喜びの声が上がっています。2曲もパフォーマンスしてくれるなんて、本当に嬉しい驚きですね。ナンバー、アイとトラビッシュジャパンの共演も、ファンにとってはとても楽しみなことでしょう。 共演が決定したことで、ますます放送が楽しみになってきますね。しかし、そこで一つ疑問が湧いてきます。ブロウユアカバーの振り付けは一体誰が手掛けたのでしょうかこのような興味深いポイントについても番組で触れてくれると嬉しいですね。さらに、ブロウユアカバーがもう一度見られるということで、ファンの間で興奮が高まっています。ぜひ、振り付けを手掛けた方についても知りたいですよね。CDTV さんで見ることができるナンバー。 愛のパフォーマンスは、これまでにない魅力を感じることができるはずです。地上波でお届けされる選曲にも期待が膨らみますね。ゴートと、ブローイワカバーを生で見られるなんて、ファンにとっては最高のお知らせです。本当に嬉しいですね。そして、ブローイワカバーまでの日々のカウントダウンが始まります。この喜びを共有するために、リアルタイムで視聴することを決意しました。ナンバー、アイの出演は本当に嬉しいですね。 二曲も披露してくれるなんて、ファンとしては感無量です。次回の CDTV ライブライブ、ナンバー、愛のパフォーマンスに期待が高まりますね。衣装もどんな風に変わるのか、今からワクワクしています。あなたも一緒に、4月1日の CDTV ライブライブを楽しみましょう。そして、ナンバー、愛の素晴らしいパフォーマンスを共に楽しみましょう。いかがでしたか CDTV ライブライブの熱気に包まれた夜に新たな喜びを見つけることができましたか次回の放送を楽しみに皆さんで盛り上がりましょう。さて、あなたは CDTV ライブライブの放送で特に楽しみにしている出演アーティストは誰でしょうかそして、このスペシャルな放送でどんなパフォーマンスが見られることを期待していますかぜひ、ご意見をお聞かせください。